い、じゃあ頼まれたらこの6番いきますね。じゃあちょっと見てください。特に聞かれたのはこの3番なんですけども、じゃあ10秒ほどして説明します。はい、じゃあ行きましょう。まず図を書いて、ちょっと待って、はい、すいません。OABC で長さが222ですね。で、OB の中点が D、OC の中点が E、で、AE のベクトルが小文字の Q ベクトル、AD のベクトルが小文字の P ベクトルね。はい。それで合ってるな。はい。AD が P、AE が Q。はい。じゃあいきます。小文字の P っていうのは、こいつだから、こいつっていうのは、これ足すこれですね。つまり、2分の1の、ベクトル P、こいつやから、2分の1のベクトル OB 足す、あ、引く OA ね。つまり、AO ベクトル足す AD ベクトルだから、こうね。で、小文字の Q ベクトルは、これ足すこれだから、2分の1倍の OC、だから2分の1倍の OC に、AO、これ足すこれだから、2分の1 AC、2分の1 OC ベクトル引く OA ベクトルね。で、これを使ってと。じゃあ、1番の回答を持ってくると、じゃあ今、ベクトル P とベクトル Q 出しましたんで、それの絶対値で2乗と。じゃあ、これで、4が出ます。こいつはね。で、こいつが5が出ます。で、こいつは、4が出ます。あ、そこまでいいかな。じゃあ、これが1番の回答。で、これ当たると使います。で、次2番。ベクトル OH が、平面 ADE と垂直になる条件か。はい。今日は、この平面の ADE か。ADE 上のどっか H があるんだけども、ベクトル OH、ベクトル OH ね。OH が、こいつと垂直になったと。ということは、ベクトル OH が AD とも垂直、AE とも垂直ですね。それが言えると。じゃあ、OH は AD とも垂直かつ AE とも垂直。つまり、小文字の P と小文字の Q との内積がゼロですよと。っていう計算、今から計算すればいいと。で、ここでと、ちょっと先回りね。ベクトル OH っていうのは、OA 足す AH。つまり OA 足す SP、S の P 倍と T の、Q の T 倍ね。P の S 倍と Q の T 倍と。で、さらに、こいつね。OA、あ、違う、OH っていうか、OA 足す P、これも先回り。OA 足す P は、計算するとマイナス2分の7になると。OA ね。で、OA と Q の内積が同じようにマイナス4になると。じゃあ、3番を、じゃあこの3番をね、これ、ベクトル OH だから、ベクトル OH をこの中に入れますよ。そしたら、今のこれとこれが活躍されます。3に代入して、今こうですね。で、計算するとこうなると。4番。で、また3番を今度2番に代入しましょう。3番を2に代入して、これ OH だからね、この中で代入すると。そしたらこうなります。じゃあ4番と5番が出てきます。じゃあ4番、5番を連立します。4番、5番連立すると、S が8分の3、T が2分の1が出てくると。そしたら、これで 2が終わりか。じゃあこれ後々使うんですよ。で、3番。これがね、問題難しかったと思うんだけど、O を中心に半径1、これ半径1ね。だから、これも半径1、これも半径1、これも半径1、これ9ですよ。と、ADE、だから ADE って言ったらちょっと斜めに書いてる。まあ、斜めっぽい感じやけども、ADE とか、交わってできる円が K。だからこの K っていうのは、平面 ADE と平面の K は同じ平面上なんですよ。ちょっとなんか違う平面上の感じがするけども。もう一回言うと、三角形 ADE がこの Q とぶつかってるところ、Q とぶつかってできる円が K だから、だから、これと、だから、ここと、んちょっとおかしいんか、俺の図がおかしいんか、ちょっと待ってね、俺の図がおかしいんか、まあいいんか、別にいいんか、別にいいんか、はい、だから、だから点 P がこう移動するんだけども、要は三角形 ADE とこの Q とのぶつかってるのがこの円ね。で、 P はその円上を通ってると。はい、いきます。 OD と OE、 OD と OE は長さ1なんだから、ということは点 DE は円形状に存在すると。もっと言うと、この玉状に存在するんだけども、2点 DE は円形状に存在すると。円の形状にね。
だから円の径、あの O から円の径に対して半径1なんですよ。当然。だって円の径っていうのはこの球とぶつかってるとこだから。で、OD イコール OE イコール1より 2.D は円径上に存在すると。はいですね。また、径の中心はと。径って、ここね。この径ね。この径の中心は、球面の中心 O から平面 ADE、平面 ADE へ下ろした垂線と平面 ADE の交点 H と一致する。つまり、この径の中心よ。この径の中心と、だから、径の中心は、ここの O からこの ADE に対して下ろした垂線と一致すると。当然ね。一致すると。一致しますよね。もう一回言いますよ。三角形 ADE とこの円径同じ平面上なんですよ。で、この円、この O から下ろした垂線は、と、径に下ろした垂線も、この、なんていうの？だから要は、この径の中心が H でもあるし、三角形 ADE、AE に対して O から下ろした垂線は一致するはずですよね。だから、要はこれ、ここから垂線を下ろしたら、この円の中心なんですよ。円径のね。円径の中心。さらにこれが垂直だから、ぶつかってるのが H ね。点 H と。いいかい？もう一回見ます。この三角形 ADH に対して O から垂線を下ろしたと。その下ろした垂線の点 H は、この円の中心でもあるよと。円の中心ね。いいかい？はい。そしたら、ここからどう持ってくるか。ちょっと待ってね。こっから、今3番やってるんやから、OH 使おうか。これ使おうか。2番の結果と3番から、ベクトル OH の2乗は、こう計算したらこうね。16分の11になると。ベクトル OH。だから、ベクトル OH。これの2乗ね。ということは、2乗外せば、4分のルート11か。じゃあ、今、こういう状態ですね。三角形 ODH、直角三角形 ODH は、つまり ODH ね、直角三角形ですよ。三平方の定理で DH が出ますと。DH が、あ、これか。DH が4分のルート5と。これが円径の半径。これが円の半径になりますよね。円径の半径ね。いいかな。だから DH 今出ました。DH が円の半径。4分のルート5ね。はい。で、次が、円の半径が出ましたと。で、あと使ってない。これか。4分のルート。これね。D の、ベクトルの2乗は、つまりこれだから、これ計算すると1になると。で、2乗で1だから D は1ね。D が1ってことは結構ですね。だから、初めの図がこうなんだけど、ここに H があって、HD と HE。この関係ね。当然これ、半径半径だから等しいんだけども、D が長さ1だったと。そしたら、点 P をここに持ってくれば最大の面積になりますよね。点 P。だから、DE と、だからこれとこれ等しいんですよ。半径1、半径1でね。で、今、これが長さ1だったと。で、D と E の真ん中の M を取って、MH で尽きて P まで持ってくれば、これが最大の面積になりますよね。はい。じゃあ、これでもうほぼ終わったかな。じゃあ、DE の面積を、D の中心を M として、直角三角形 DHM。DHM ね。これで、三平方で長さ出します。そしたら、HM が、これがね、だってこれも分かってるし、これも分かってるから、HM が、4分の1になります。で、径上の導点 P と線分 DE の距離を H とすると、だから、P と、これを H ね。これを H とすると、これ H ね。これ H ね。はい。とすると、S イコール2分の1かける DE かける H。つまり、D が1だから、2分の 1H。したがって S が最大となるのは、H が最大の時だけ。H が最大になればいいと。つまり、3点 PHM が、PHM が一直線になれば最大値になると。ってことで、H は PH たす HM。pH たす HM ね。ということで、4分のルート5と4分の1か。ということは、求める三角形の面積は、さっきと一緒。だから、2分の1かける、2分の1かける、これかけ、これね。2分の1かけ、これかけ、これ。まあ、これは1だから、結局、これが分かればいいと。2分の1かけ、これかけ、これね。2分の1かけ、1かけ、これと。いいかい？
高さこれになるから。で、解答は8分の1たすルート5と。はい、そこまで。